ダイビングとシュノーケリングは好きですか？近年、ダイビング観光業界は成長し続けてきました。1年に100万人近くのダイバーが海に潜り、すでに2000万人がスキューバダイビングのトレーニングを受けています。これは素晴らしいニュースであると同時に、私たちは責任を持ってダイビングをし、海洋環境への影響を最小限にとどめる必要があることを考えなければいけません。健康なサンゴ礁は多様な海洋生物を支えており、多くの観光客が集まるスポットとして地域経済を押し上げますが、実はサンゴ礁はストレスに敏感です。全世界のサンゴ礁の5分の1はすでに失われており、その中の 60% 以上は直接的な脅威にさらされています。水温の上昇、海洋の酸性化、汚染、魚の乱獲が大きな要因ですが、スキルのないダイバーやシュノーケラーによるサンゴの破壊も原因の一つです。例えばダイバーや船のアンカーは、成長するのに何年もかかるサンゴを簡単に破壊し、魚や他の海洋生物が暮らしている環境を破壊してしまいます。普段楽しんで潜っているダイビングスポットの将来は、ダイビングに関わる全ての人が選択する行動で決まります。では海に潜るときに、あなたにはどんな選択肢があるでしょうか？UNEP とリーフワールドファウンデーションが共同制作した環境に優しいダイビングのガイドラインを参照していきましょう。グリーンフィンズは、ダイビング業者が環境への影響を減らすようにダイビング業者を定期的に評価し、行動や仕事ぶりを認定するものです。ダイビングスタッフとダイバーにトレーニングや教育用の資料も提供しています。ダイビング業者の皆さんは、グリーンフィンズの認定を取ることを検討してください。それが私たちの将来のビジネスフィールドを守ることにつながります。グリーンフィンズの認定システムが地域にない場合、自主的にガイドラインを採択することも検討してください。アンカーによるサンゴへの被害を防ぐため、固定の部位を使用する、船の上で出た廃棄物を正しく管理する、地元の環境規制へ従うなどできることがあります。健康な海は健全なビジネスを意味します。ダイバーやシュノーケラーの皆さんは、グリーンフィンズ認定済みのダイビングショップを積極的に利用してみてください。絶対に触らないというルールを守り、特に撮影を行う場合は、サンゴや他の海洋生物から十分離れましょう。中性浮力のスキルを向上し、機材を固定して意図的ではない接触を防ぎましょう。砂などを巻き上げないようにしましょう。そしてもちろん、ゴミも海に捨てないでください。みんなでこれを守れば、私たちも次の世代も美しい海を楽しむことができます。海の世界を存分に楽しみましょう。